東京福祉大学は、群馬県伊勢崎市三王町2020の一日本部を、く日本の私立大学である。2000年に設置された、大学の略称は、東京福祉。地理院地図 Google マップ、東京福祉大学東京福祉大学は、2000年4月に、群馬県伊勢崎市に開学した、私立大学である。4学部、3研究科で構成され、通学課程。 通信教育課程が設置されている。伊勢崎をはじめ、池袋、名古屋、王子の4キャンパスを有している。東京福祉大学を運営する学校法人茶や白う郎記念学園の法人本部は東京都豊島区東池袋に置かれている。理論的、科学的能力と実践的能力を統合した柔軟な思考力と問題発見。 解決能力のある人材を育成するを見学の精神として制定し、社会に貢献する人材の育成と各分野の学問の発展と地域社会へのできなかった子をできる子にするのが教育を東京福祉大学の使命としており、思考力と問題発見、解決能力を身につけたスペシャリスト育成を目的に、双方向対話型とグループ討議を基本とする教育方法を授業に、 導入している。開学以来、見学の精神や、使命の実現に向け、担当教員による、シラバス作成の義務化学生による、授業評価の実施教員の年次勤務評価制度の、思考 FD の推進教員の人気性と7年後の、テニア審査、取得制度の導入学生の成績評価にあたり、GPA 制度の導入アカデミックアドバイザー制度の、 導入教員のオフィスアワーの設定などを行っている。2011年3月の日本高等教育評価機構からの認証評価では、アカデミックアドバイザー制度による社会福祉士並びに精神保健福祉士国家資格試験の合格率が高いこと、就職率が高いことが評価されたが、大学の最高意思決定機関である教育研究評議会が学則に、 明記されていないなどを理由に保留と判定された。2014年に行われた再評価では保留となった判定理由が改善されたため認定と判定された。教育研究評議会については位置づけが明確となり、事務局長、各課長を構成員に加えるなど、管理部門と教学部門の連携体制が構築されていることも評価された。 文部科学省科学研究費補助金採択件数は平成24年度で新規採択と継続分を合わせて13件、間接経費を含み1、352万円である。2014年に養保連携型認定子ども園に配置される保育教育に関する特例教科目を開設している。東京福祉大学は2000年に群馬県伊勢崎市に開学した。 2006年には短期大学部を群馬県伊勢崎市に開設した。交渉、編集交渉には主院線が描かれている。付属臨床心理相談室研修センター通学課程は出願時にキャンパスを第三希望まで選択し、合格したキャンパスに4年間通学する。通信教育課程は通学課程とほぼ同じ学位、資格を取得可能である。学部、 編集通学課程、編集通信教育課程、編集大学院、編集通学課程、編集通信教育課程、編集短期大学部旨詳細は、東京福祉大学短期大学部を、参照通学課程、編集通信教育課程、編集伊勢崎キャンパス体育館伊勢崎キャンパス校舎、池袋キャンパス校舎王子キャンパス校舎名古屋キャンパス2011年には、 国際交流センターが設置され、2014年4月時点で海外の協定校は17校となった。その後もヨーロッパの留学生を受け入れるなど国際化を推進している。2017年8月現在の協定大学等は以下の通り、総長の逮捕、学部新設の不認可、編集東京福祉大学は経営学部や、 経営学研究科を新設する方針を打ち出し、文部科学省に設置申請を行うなど手続きを進めていた。しかし、2011年12月、文部科学省大学設置、学校法人審議会は、東京福祉大学の管理運営体制を問題視し、申請を不可とする答申を発表した。管理運営が問題視され学部新設が認められないという日本の大学としては、 史上初めての事態となった。東京福祉大学は創立者で理事長、総長だった中島つねおが2008年に複数の教職員に対する強制わいせつ罪等で逮捕、実刑判決を受けた際、今後は中島を大学経営には関与させないと発表した。文部科学省に対しても同様の内容を報告をしており、大学の公式ウェブサイト上でも、 本学の経営や教育に関与することはないと歌っていた。しかし実際には中島を服役後に事務総長として雇用し総長時代と同学の給与を支払っていた。さらに中島が在籍する企業に業務を委託するとの名目で中島個人の口座に約2000万円が支払われていた。このような状況について文部科学省大学設置、 学校法人審議会は、文部科学省への報告や社会への説明に反して、元理事長を法人運営に関与させてきていることや、本設置認可申請後に及んで学校法人として不適切な管理運営が行われていたことが確認されたと結論づけた。その上で、学校法人の寄付行為及び寄付行為の変更の認可に関する審査基準で定める。 学校法人の管理運営に関する要件を満たすものとは認められない。として、経営学部や経営学研究科の新設を不可とする答申を打ち出した。日本高等教育評価機構への平成24年度、大学機関別認証評価の再受信を2011年9月に申請したが、その後改善策の成果を得ることが難しいと判断し、 24年度の再評価中止を寄稿に求めた。総務課長の着服、編集東京福祉大学を運営している学校法人である茶屋白郎次郎記念学園の元総務課長が大学の定期預金を解約し、2011年3月から2012年10月にかけて計45回にわたり大学の運営費約1億円を引き出していた。元課長は 校舎の用地取資金1200万を合わせた約1億1200万円を着服していた。2013年4月、定期預金残高がなくなっていることに気づいた職員によってこの問題が発覚。同学園は元課長が着服を認めたため同年5月に懲戒解雇とした。被害金が返還されていないにもかかわらず、学園側は国訴を見送り、 1> 約1年経った2014年4月時点でも、刑事告訴を検討していると発表するに止まった。元課長は、横領発覚から3年以上経過した2016年11月29日に、業務上横領の容疑で逮捕され、競馬やパチンコに使ったと容疑を認めている。教育課程等の警告、編集2014年度の文部科学省、設置計画理工状況等調査において、 教育学部に設置されている日本語教育コースに関して語学学校での日本語教育と同等の授業が開設されているなど学士を授与するのにふさわしい教育課程となっているか疑義があるなどと授業水準を指摘され教育課程について文部科学省から是正意見を受けていた2015年度には改善に触れられながらも教育課程の大幅な変更によって 可燃度入学者の履修した科目が学則から削除されている。奇修特科目の経過措置や読み替え規定が存在せず、学則等で明確に規定されていないのは不適切であるなどと履修者への対応に改善要求がなされ、文部科学省から全国初となる警告を受けた。多数の留学生が退学、不明、編集2018年度、 研究生などとして受け入れた約3200人の留学生のうち688人の留学生が所在不明となり除籍、在留延長が認められず退学した研究生が313人となった。不法残留となっている留学生も多く発生していることから法務省、入国管理局や文部科学省も調査に乗り出すこととなった。 留学生数は2015年度の1403人から2018年度には5133人と急増しており、早稲田大学に次いで日本国内で2位の受け入れとなり、教室不足となっている。2016年度から2018年度まで実際は、所在不明の留学生が約1400人いたが、2017年度に、 文部科学省へ報告をした際は、例人と報告していたことが参議院予算委員会で、野党の追及により、明らかにされた。現職員は日本語が全くできない学生も、受け入れていたなどと実態を証言している。文部科学大臣は、法務省と合同で、速やかに大学に対し実地調査する旨を示し、通学実績がないにもかかわらず、 定員充足のために留学生を受け入れているとすれば、大変有意識問題と述べ、在籍管理が不適切と判断されれば、私学女性の不交付を含め厳しい措置を取ることを示した。また、文部科学省の指導を無視し、逮捕された元、2017年度は4億3千万円が交付されていた。文科省には一切元総長を経営に関わらせないと資料を提出していたが、 実際には、景気満了から10年が経過した後は直ちに、復帰してもらうつもりなどと内部資料に書かれていた。続報では、6月11日、文部科学省と出入国在留管理庁の調査により3年間で、計1610人の在住がわからなくなっていることが発表され、不明者が特に多い、学部研究生の新旧経入れを見合わせる。 用文部科学省による指導が行われた。王子キャンパスでは教室として、銭湯や雑居ビル、マンションの一室を使用するなど、大学のずさんな教育環境も報道された。7月10日、東京福祉系列の専門学校、保育、介護、ビジネス、名古屋専門学校で、留学生学科に定員の7.4倍に当たる4739人が、 在籍していることが明らかになった。合わせて、県の認可を受けている校舎は、所有物件一棟のみであったが、認可を受けていない、賃貸物件計5棟で授業が行われていたことが報じられた。同校では2015年から4年間で504人の留学生が所在不明となっている。7月25日、県への定員超過発覚を防ぐために、 収入や教職員数を過小報告していたことが発覚、定員超過が是正されるまで新規入学の受け入れを見合わせるよう愛知県による是正指導を受けた。中島恒夫が大学総長へ復帰、編集2020年11月20日付で創立者で元理事長、総長の中島が法人理事長及び大学総長へ復帰した。過去に大学側は中川が 経営や教育に関与することはないと文部科学省に報告しており、同省は過去の説明と整合性が取れないとして調査に乗り出した。ありがとうございます。